ごい左だなとか右に感じるなと思った人は、プログラファーの奥山です。今回は手打ちの人がやってしまうボールの置く位置について説明したいと思います。皆さんボールの置く位置、意識してますか？結構間違えてる人多いんですよね。前にも説明しましたけど、ピッチングで自分の中心、そしてドライバーで自分の左かかと線上ぐらいですね、まあ、スタンスがあまりにも広い人は左かかと線上に置いてしまうと、このようにシャフトが斜めになってしまうので、そこは気をつけなくてはいけないんですけれども、まあ、肩幅ぐらい、自分の肩幅ぐらいに開いた状態でピッチングが真ん中、そしてドライバーが左足かかと線上というのが大体ボール置く位置の目安になります。で、手打ちの人はどこになるのというと、結構右に置く人が多いです。なんで右になるか、しかも右に置いているのに右に置いていると気づいていない、真ん中に置いていると思っている人が多いです。右なのに真ん中に感じる、これはどういうことか。手打ちの人はテイクバックして下半身よりもクラブスピードの方が速すぎます。腕のスピードですね、腕とクラブスピードが速く降りてきてしまうと、まだ腰が回りきってないのに手を回転させると、このように最下点が右になります。最下点が右になると手前もダフりますね。で、練習していてずっとダフるからボールが自然と右になってしまいます。そうするとボールが上がりにくく、ボールが右に行きやすくなります。いつも手打ちだと右に置きやすいので気をつけましょう。このように左足リード、いつも言っているように左ポケットが左斜め後ろ方向にこのように動くからクラブが降りてくる、このように降りるとピッチングだとボールが真ん中にある地点でうまくボールをヒットできます。それでから下の土を取ることができ、ターフが取れます。このようにスイングはなっています。僕の関節フリー理論を使うとしっかりとダウンブローが勝手に打てるようになります。ボール位置を間違えることで、せっかく左足リードをしているのにボールが右に行くということが起きてしまいます。ボールが右にありすぎると左足リードしても開いた状態で入りすぎて右に行くという現象が起きるので、手打ちになっている人はボールを真ん中にセットすることからやってみてください。自分は真ん中に置いていると思っている人でも結構真ん中じゃないんですよね。実際にこのように線を置いてくださいね。なんかクラブを置いて自分のボールのところに、で、そしてこのように自分の中心に来てボールを構えます。で、こうやった時にやっと真ん中になるわけです。で、こう構えた時にすごい左だなとか右に感じるなと思った人はボールの置く位置が間違ってるということです。実際鏡で見てみないとはっきりしないんですね、こういう位置が。なのでボールの置く位置は大切です。手打ちになっている人は右に置きやすいので気をつけてください。今回の動画がいいと思った方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。